はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の偶数列丸3をお送りします。で、これでね、偶数列3本目で、1番と2番、前回前々回はちょっとセットで似てる問題やったんですけど、こっからガラッとちょっと変わって、3番4番また似た問題を2つ動画連続でね、撮っていこうと思います。で、大きな問題が1個に小問が2つ入ってるのは変わらないので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいなと思う方は、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。それでは早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあパッと見もう違うよね、前回とかと比べると。で、まず群が分かれてないっていうところもあるんですが、これ偶数列なんです。まあ偶数列って分からないんだけど、一瞬そうで、特徴としては、この分数の形で出てきます。で、どこで切るかを自分で判断するっていう問題。で、今回1番がね、その9分の5って、まあ、いつか出てくるんだよね。で、それが第何項目なのっていうのをまずやっていきます。で、それをするためには、群を決めなきゃいけないので、で、それを決めていく。で、ちょっとあれをね、書いていきますけど、2分の1、2分の3。で、まあ、特徴としてわかるように、分母が変わるんだよね。だから、まあ、そこを目安にして切っていったらいいのかなと。つまり1分の1で1つの群、2分ののここで1つの群、3分ので1つの群と、こうやって考えていくといいでしょう。で、まあ、いつもやってるようにね、上が群で下が項数ですね。ちょっと数にしようか。ちょっと群ね、かぶりそうなんで書かないですけど、1群、2群、3群。で、項数を見ていくと、今回1、2、3。で、4のとこも4ってなってるので、これやりやすいですね。群の数、名前と項数が同じっていう。前回とか2n、2の n マイナス1乗か、とかになってましたけど。で、9分の5。で、第何個か求めようと。で、これですね、見てわかるように、分母の数、1とか2とか3ってなってるじゃないですか、そのグループので、それがその群の名前の数字と同じなんだよね。第3群だから3分ののグループで、第4群だったら4分のって分かるので、じゃあ9分の5っていつ出てくるって、絶対9群じゃないですかにいることが分かるよね。ってことでどうするかっていうと、これで次の問題は、まあ、いけるかな。まあ、いいか。いよいよ。で、ここ9群です。で、8群も書いておきます。で、9群のどっかにいると。で、これどっかにいるのも実は分かってて、上の数今度、分子ね、を見ていくと、1、3、5、この7までね、1、3、5、7となってます。ってことはきっと、1、3、5、7、9、11っていう、その 2n-1 になってるんだよね。分子っていうのは。ってことは、その特徴から考えて、9群の一番最初は9分の1でしょ。全部1から始まってるから。で、次3に増えてるから、9分の3、9分の5って、ここに出てくる、9分の5は。ってことも予想がつきます。よっしゃ、ここまで行ったら、じゃあここ何番目だよってのが欲しいんです、結局。でも、いきなりここは出せないので、で、ここは前回のね、偶数列のやつと似てますけど、結局、第何群の一番最後が第何項なのっていうのは出しやすいんですよ。つまり今だったらここ、8群の一番最後のここは第何項目ですかって。で、これの出し方は結局ここの数123で、ここは8項目で8群だから8項入ってるでしょ。つまり1から8まで足したやつがここになる。で、例えばこれが20番目って分かれば、21、22、23、はい、23個目終わり、みたいな感じで解くことができるので、8群の最後、ここまでを求めに行きます。で、これは、1から8足すだけなんで、普通に足してもらっても構わないんですけど、まあ、ちょっとかっこよくちゃんと解くんであれば、1、2、3っていうのは、一般項 K だから。普通に並んでるだけだからね。なので、シグマとか使うといいですね。第8群の最後の
数はちょっと近かった、ごめんよ。シグマ使って1から8までだから今8までの K です。これ一般項、123っていうのは K だからね。でこれを求めていくとシグマ K っていうのは2分の 1N カッコ N プラス1です。これこっちでも使うんでぜひもう一回ね、あの自信ない方は昔の動画ちょっと見てみてください。2分の 1N、N プラス1、つまり N のとこに今8を入れるから2分の 1N、N プラス1は9なんでこうなる。で約分して4だから36、つまりここが36個目ってことは分かりました。だからあとも地道に数える、まあ3つだからね、37、38、39ってことが分かるから、もうここはもうね、よって9分の5は30、台をつけとくか、台何個って聞かれてるもんね。よって台39個、これで終了となります。ちょっとアナログな感じしますけどね、数えてる感じは。でもよく使うこういうのね。でここでちょっと焦点合わせようかな。よいしょ、いつも申し訳ないですね、最初の板書量が少ないとちょっとぼやけてしまって。で次がさっきはこいつが何個ってやつだったんですけど、次は逆に第200個がいくつっていうのを出しに行きます。でこれが例えば50個ぐらいだったらもうね、解き方分かんなかったら地道に書きます。もし俺だったらね、途中式なかったらだけど、だって書いてたらいつか出てくるもん。でもちょっと200個はさすがにしんどいですけどね。でこれの出し方なんですが、まあ有名なね解き方なので覚えてみてください。でまず何を欲しい、何の情報が欲しいかっていうと、この200項が第何群にいるのっていうのが分かりたいの。15群なのか20群か分からないですけど、どこにいるのかが分かりたいと。でそのためにある式というか計算を使います。でこれはですね、ちょっとここから伸ばしますね。今この第200項が N 群にあると決めます。N 群にあるとしてください。ここの中どっかにあるとなった時に、もしであればここ N 群の最後です。これ以下でこれより大きい、つまりここにね200がどっかにあるからさ、あるからここの間にあるためにはこれより大きくてこれより以下、これ小さいじゃないね、これ以下にあるってことが分かる。てかそうなってなきゃいけないから。で、さっきの式と似てますけど、例えばこっち行こうか。こっちっていうのは、1から1234ってやって、この項数はこうなってるんで、N まで足したもの、番目ですよね、ここはね。番目、項目か。つまり、書くと、シグマ、K が1から N までの K です。これと同じね。さっきは8群目までだったけど、今回 N 群目までだから。っていうのが、ここの項目になります。で、それ以下なんだよね。200っていうのは。以下。なんで以下強調するかっていうと、ここになってもいいから、別に200が。だから、イコールになっても構わないんです。で、今度、こっちの方は、N-1 まで足したものなんで、シグマ、K が1から N-1 の K。ここまで足したものね。番目になります、ここは。けれど、こっちはイコールが入ってはダメです。で、計算する上ではそんなにここ大事じゃないんですけど、途中式書く場合は引っかかります。減点対象になってしまうので。で、なんでイコールが入っちゃいけないかっていうと、もしイコールになったら、ここに200来てもいいよねってことになってしまう。そしたら N 群にないからね。だから、これより大きい、ここに入るなきゃいけないからさ。だから、イコールを入れないでください、こっちは。っていう、まず式を立てます。で、これ解きます。で、右側と左側も公式で解けるので、まず右側。さっきも言ったように、2分の 1N、N プラス1です。こう。で、イコール、200。で、こっちは公式なんだけど、N のとこが N-1 に変わってるんで、N のとこ N-1 に変えてしまう。でもよく出てくるから、
暗記しちゃってもいいかなと思うけどね。こうなります。2分の 1nn-1 です。ごめんね。で、2分の1邪魔なんで両辺全部だけ全部にね、2をかけます。そうするとこうで、ここが400に増えてこうなる。で、こっからアナログな作業です。これを満たす n 見つけてください。で、どう見つけるかっていうと、結局 n×n+1 なんで、これ連続した数をかけてるだけなのね。5と、なんでこれ5と6みたいな感じで、400って 20×20 じゃんか。ってことはここが 20×21 やったら400超えるし、こっち n20 だったら 20×19 なんだよね、もし n20 入れたら。そしたらこれ380なんで、ちゃんと380とあっちは420かなになるので、ちょうど n は20しか満たさないんですよ。なのでこっからよって n は20ということがわかります。やべえ、だ録画するやつのあれがなくなってる、電池が。ってことで20群目になることがわかりました。こいつがね、あと200個目が。ってことは、じゃあその1個前の19群目までいくつの項があるかまず数えます。で、これ入るかな、ちょっと待って、こっち攻めようか。第19群までの項数は、これまたシグマね、入って、あ、全然入ってるわ。シグマ K が1から19までの K です。項数だから、この下の数だからね。で、公式使うと2分の1nn+1 なんで、こう、つまり190ってことがわかる。で、こっからも超地道で190個目、どこが入るかな、100、こっち行こうか。19分の最後は190個目ってわかりました。じゃあ200個目っていうのは、こっから数えていくと191234567890、ここに200個目が来るのね。で、20群って分かってるから分母は絶対20じゃん、みんな共通してるから1でしょ。で、20分のって分かるから13579111315171919って超アナログです。で、こうやって数えていくので、最後第200個目はもうよりでいいね、20分の19と、これで終了となります。だから結局やりたいことは、まあ、第何群にまず入ってるかを調べたいの。調べてたら、その200個目がじゃあその第何群で分かった、20群って20群目の何番目なのが分かりたい。で、そのためにはその1個前の19群目までが何個あるかが分からなきゃいけない。で、そしたら数えるだけという、このね、解き方となります。なのでね、ぜひね、この解き方覚えておいてください。ちょっとすいません、最後ね、あと3分でもう取れなくなるので、ちょっと駆け足になっちゃったんですが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回もう1本やります。このタイプの問題。すごく似てるんですけど、なので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。